はい、どうもカチュアペペです。今回もアベースナペイといこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、ランビー式のね、6畳を紹介していこうかなというふうに思います。今6畳って言っちゃったんですけど、6畳とサノスのデッキですね。はい、まあ、フォーマット的には6層デッキに近いのかなというふうに思います。まあ、ドラキュラ入ってる層のね、6畳デッキ、ランプ型のあると思うんですけども、そちらに似てるかなというところで、でランビーがあの土の配信で使っていたというところになっております。はい、まあ、かなり面白い軸かなというところですね。今もう3スポットもナーフ受けたっていうところもあるので、もしかするとこのデッキ強いかなっていうところがあります。はい、まあ、もしね、6層のねデッキが好きな方がいれば、このデッキ使っていただければいいかなというふうに思います。まあ、ウェーブがやっぱね、5ターン目のウェーブすごい効いてくるかなっていうところもあるので、はい、かなり強い動きにはなると思うのでね、もしよかったら使ってみてください。はい、紹介していきます。ワスプ、6畳、ケルモンガー、ウェーブ、ソウ、リーチ、ジェーンフォース、ドクタードゥーム、オーディン、チャペス、サノスです、というような感じになっています。試合敵の使い方などは試合見ていただければと思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。相手は JPH さんというような感じですね。まあ、今回は、なんだっけな、ランビー軸のね、ランビーっていう風な方がいるんですけど、その人の、なんだっけ、サノスを使ってきたという風な感じです。うん。まあ、層入ってて、6層デッキにちょっと似てるかなというところですね。6畳のドラキュラの形があると思うんですけど、あれに、フォーマットは似てるかなという風な印象のデッキです。うん。まあ、そのまんま、もろもろの形を採用してはいるんですけど、はい。まあどうなるか、本当はね、今マインドストーン先に入れてから石全部回収していきたいなっていうのはあるんだけど、どうしようかな、ここ。まあそうだね、まあこれちょっとマインドストーンで石全部回収しちゃおう。回収した後にデッキ圧縮して4枚、あーでもどうだろうな、これ。まあこっちでいいか。そう、こうしましょう。いや、うん、こうしましょう。 OK、 はい、うん。で、2枚層並べて、ハンマーね。これがアスガルドの力だ、ムジョルニア。トゥミ。ムジョルニア。トゥミ。これてかさ、あれか。風よ。BGM まだ出てんの。力を貸しなさい。またやってんな。あれだ、別ゲーやってたからさ、あ、ハンマー来たな。ハンマー来てくれたんだけど。ここはそうだね、石だけ置いて、あーどうしようかな、ワスプもぶっちゃけまあいいか、これで。うーんぶっちゃけ何もしなくていいかなっていうのが正直なところあります。で、次のターン、そう言っておでんでガンガンでもいいと思うので、はい、ちょっとこれわざとずっとパスしちゃおう。でシャンツィヒエ、はい、まあシャンチー来ましたけど特に問題はないかなと。でです、はい、まあここもパスしちゃっていいかな。マインドストーンだけ出しちゃってていいか。いや、いいや、これで OK。 はい、あとはうわマジか、相手のスナップだ。それは予測してなかった。ただどうだろう、これ別に勝ってんじゃないかなと思うんだよね。やっちゃおうか、わかんないけど行ってしまいます。スナップだ。多分犬いないと思うんだよな。犬いたらちょっとやだけど、ニート、ニートだったらトゥーミー来い、ムジョルニア。16の14の1勝ってんね、ムジョルニア。ナイス。はい、ムジョルニア。トゥミ。来い、ムジョルニア。トゥミ。来い、ムジョルニア。トゥミ。オッケー、ジジ。勝利。はい、間違いなりました。相手はすごい名前長いので読みませんというようなところなんですけど、シニスターロンドン、あー悪くはないですね。まあ、ここもソウルストーンで、引いちゃいましょう。はい、ワンドロー、ワンドローかまして、で次のターンリアリティストーンかましてでいいかな。うん、デッキ圧縮につなげたいってところもあるのでね。はい、でそう
です、まあ、正直、エレクトラはどうでもいい、はい。まあ、こうなってくると引きたいのはあれですね、キルモンガーとかかなというのはあるけど、まあ、ここリアリティストーンでここ変えちゃおっか。はい、うん、アントマン、ナイトクローラー、リアリティストーン、スペースフロー、スーパーフローか。はい、でキルモンガーナイス。まあここはそう言ってしまってでいいかな。で最終ターンっていうか次にキルモンガーかましていっちゃえばほとんど勝てるんじゃないかなと思うけどね。これがアスガルドの力だ、ムジョルニア。トゥミ、ムジョルニア、トゥミで、無情無情来る。あー、じゃあここはキルモンガーぶっ放してでもいいかなってのあるけどね。まあ、ターン終了でいいか。なんかこれあれだな多分2試合取ってると思うんですけど同じような試合展開だね。まあいいか、まあ勝ちゃいいよ、関係ねえ。まあそうだけでかなり打点は出るんで、お声いいもんだよ、ね、はい、相手はスナップ打たない、まあ、スナップだ、まあ、相手ボットなんで、キルモンガ、あ、まあこれは違うわ、危ね、まだあれだったんだ、気づかなかったわ。ジェンフォストいっちゃおう、ここでいいか。はい、でハンマー入れて、で最終ターンにムジョルニア、ムジョルニアで入れ、ちょっとスナップ打っちゃった、間違えちゃった、最初打ったんだと思ってた。はい、多分来るとしたらアイアンマンじゃないかなってところありますが、うわっ、私がアイアンマンだ、私がアイアンマンだ。はい、アイアンマンだろう、来ますが、特に相手のスナップだ。じゃあここは、ウェーブ、キルモンガ、ちゃ間違えました、すいません、ごめんなさい。ムジョルニア、キルモンガ、ウェーブで良きですね。ゴー。まあ負けないでしょ。はい、チャベスなら勝ちなんです。来いムジョルニア、トゥミ、来いムジョルニア、トゥミ、来いムジョルニア、来いムジョルニア。イージー、勝利。はい、マッチングいたしました。相手はファビアンさんというような感じですね。ここはマインドストーンからでいいですね。はい、2ドローかまして、まあ2ドローってわけではないけど2枚圧縮につなげてね、いきましょう。はい、パワーストーン、リアリティストーンでブレード。はい、お声がスタッツってスタッ、もういいのもない、うん、ネクロージャー、もうここはパンパンいっちゃいましょうか。まあリアリティストーンだけでいいか。はい、でナイトクローラーで嫌なところ行ってくる。ちょ、ロック上引けないっすね。ロック総デッキなんですけどね。まあここは、そう行きましょう。うん、引けないね。これがアスガルドの力だ、ムジョルニア。めっちゃ総は来るけどね。ロック上は全く来ない。なんでだ。
まあこれでいいかな。はい。まあ相手はどう来るか。ここあれだね、ワスプも出しといてよかったね。しくったわ。まあいいや、ちょっともったいないことしたね。はい、リーチ、まあリーチ来たけど特に関係ない。まあジェンフォスソー行ってこれでいいかな。勝つためにはこっちでいいや。はい、わざとこっちにしましょう。 OK。 はい、でアンジェラ、エレクトラ、まあこれスナップ返ししたら多分勝っちゃうのであんませず、であとはこれでいいかな。オッケー。はい、めっちゃソウが活躍してんな。あの犬どこ行ってんの、あいつ全く犬来ないね。イズイ勝利。はい、間違いなしました。相手はネコピさんという感じですね。やっとそう来た。あ、そうじゃねえ、ロック城来たね。うん、いいね。はい、タイムストーン、チャノス、あー、まあここは右に出しましょう。どうなんだろうな。てかラプトルとかクソだりーな。早くキルモンガーとか引きたいね、できればね。引いたら一掃できるんだけど、引けるのかというところですが、ここはまあスペーストーンもいっちゃおうか。これでいいや。じゃ全部っぱしましょう。本当はねスペーストーンをうまく使っていきたいなっていうのはあるんですけど、今までと違う使い方をすればねスペーストーン強いので。ドワスプ本当にあれだな、これ、あの相手ボットなんですよ。だからついてないなと思ったんですけど、まあまあ悪くはないわ。今これあれだよね、オッケー。まあここはもう全力で、行きましょう。はい、ビショップ関係ない。で相手の手札は1枚、もうほとんど終わったようなもんだね。相手これで負けたら全部だと思う、マジで。リアリティストーン、あーどうしようかな。ここパスしちゃっていい。もうスナップ打つか。スナップだ。もう相手逃げちゃうんで 100% 適当でいいです。アンジョ泣きや。これワンチャンスナップ返し、あ、しないか。そっか、ここ移動する、忘れた。してくれればなと思った。残骸がある。まあですからのこれでいいかな。 OK。 はい、勝利。
はい、待ちになりました。相手はジンさんというような感じですね。ここはこっちに出しようか。はい、本当はね、ソウルストーンは出したくないっていうのがあるんだけど、わーお、悪くないわな。まあ、マインドストーン、もうリーチいっちゃおうか。はい、これでいいと思います。デスロック、4で、2で、2で、ジェフォッソ、はい、まあ、マインドストーンで2ドロー。はい、まあここはですぶっちゃけ行く必要ないかなっていうのはあるけど、まあデス行くか。あんまそこまで強い動きしたくないなっていう正直なところあるんだけどね。はい、です。でこれはあれだね、タイムストーンとスペースストーンいっちゃいましょう。わざとちょ、キルモンガー引きたい。引きに行こう。これでいい。まあ見てて大丈夫、引けるか。キルモンガー、カモン、キルモンガー、キルモンガー、 OK、 ナイス。まあこれでいいってことよね。はい、でカーネージおじさん、正直ただあれだね、リーチかましたんで相手のハイパイも予測できるんですよ。で、あれですわね。引けてはないわね、引けては。これ多分交換なしのカードが2枚なので、特に関係ない。大丈夫。これでいい。相手交換なしだから。まあ、バフかかっちゃうけど関係ない。これがアスガルドの力だ。ムジョルニア、トゥミ、ムジョルニア、トゥミ、キルモンガ、あれ相手交換なしだよね。大丈夫だよね。なんか怖くなってきたんだけど、多分大丈夫だと思う。ドゥームでいいか。はい、まあチャベスだけだと思う。はい、待ちに出しました。相手はカイワンさんというのがですね、まあ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 大丈夫、特に問題はない。はい、なんかすげえ層くんな。なんだこれ、めっちゃ層くるね。意味がわかんない。犬全く来ないんだけど、あとそれに加えて何なのあいつは。あいつで腹立つわ。ソウシが来ねえ。はい、体験。まあここはソウ行きましょう。オーケー。これがアスガルドの力だ。ムジョルニア。トミー。波形できた。なるほどね。まあここはスペーストーン。タイムストーン出しちゃって、
でいいっすね。 OK。 キルモンガーソウルストーン6畳、やっと6畳来たね。どうしよっかな、ここ。まあやりますか。せっかく来てくれたんだからね。こっちの方がいいか。OK。ムンガ？はい、バーバウ。なんやねん、それ。石入っても忘れとったわ。来い、ムジョルニア。まあ悪くはないけど。スナップは当たらない。なんでだ。まあいいか、これで。はい。石。呼んで。読んでだったら勝ちか。はい、ババアしょうもねえわマジこの戦い。いいぜ、勝利。はい、待ちになりました。相手はエアリアールさんですね。まあここはソウルストーンいっちゃいましょう。ここ出しても意味ねえか。しようか。はい、そう、めっちゃこいつ引けるよね今。どんだけ来るの。全然欲してないけど。これはい、まあスペーストーン引いていいね。です。でも相手も破壊なんでデスは入ってるというところではありますが、まあここそうかましてでいいかな。 OK。 結構難しいんだよねここら辺の動きが。どういなしていくかっていうところが。これがアスガルドの力だ、ムジョルニア。ほんと犬来ねえな。いいんだけど、来ねえなら来ねえで、ソウが頑張ってくれるし。シュリラーボ、キルモンガーでサカサカサカ言うて言ってもらいながらでいいかな。 OK。 まあこれで手札は溢れないのでね、特に問題はない。なるほど、養分になってた。でバッキーキルモンディ、もう一枚破壊させてもよかったか今。ああ悪くないね。で素晴らしいかもしんない。これ相手に先行を渡したいのでこうしましょう。先行じゃないわ、うん、2面取らせたいんで。でムンガ、はい、これもしあれだな、いや、わかんないけど。あれだったらまずいな。
行け。スナップだ。行ってこい。黙って行ってこい。いや、これでいいか。行け。かましてこい。着るもんがってことはデスは持ってね。ウェーブじゃあ勝ちかな。 OK イージー、来い。ムジョルニア to me。勝利。